木構造は木造ともいい建築の構造の一つで構造体力上主要な部分に木材を用いる構造である。また近年は木質材料を用いる建築が増えたのでこれを木質構造と呼ぶことがある。彦根状の量と抜き丸た組工法木構造は構造体力上主要な部分に可燃材料を使っているため他構造に比べ火災に弱い性質を持つ。 そのため、原則として、外壁、屋根、軒裏は、不燃材料で仕上げなければならない。また、以下のような防火措置を講じる。防火性能を組み合わせることで、基準の厳しいガソリンスタンドの事務棟を建設した例も見られる。その他、火災保険や地震保険において、耐火性の低い木造住宅は、保険料が高額となる。大都市圏で、古い木造住宅が密集し、 大規模地震時などに火災や倒壊で深刻な被害が予想される地域を地方自治体は木造住宅密集地域と呼んでいる。東京都や都内特別区が首都直下地震に備えて不燃化特区で建て替えを流すなど各自治体と国が解消を目指した対策を進めている。木構造は構造体力上主要な部分にろあり、普及に弱い材料を使っているため、 構造に比べ耐久性がが低くなりがちであるそのため、原則として地面から1メートル以内の木部には、防腐、防御の措置をしなければならない。また、以下のような対策を講じる。木構造は、他構造に比べ環境への負荷が少ない構造形式である。2010年、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律が成立。国が関与する、 公共建築物において木材利用を積極的に取り組むとともに地方公共団体や民間事業者にも木材利用の取り組みを促すこととなった。2018年度に国が整備した低層公共建築の木造化率は78.6%に達している。2021年公共建築物等における木材の利用の促進に 関する法律が脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律として改正された。目的の見直しや対象となる建築物を公共建築物から民間を含む建築物一般へ拡大するなどが行われた。ありがとうございます。